特にあのメイメイとかは、うん、僕イタドリ結構メイメイと一緒に地平線行動するしてましたね、時多いじゃないですか、はいはい、めちゃめちゃ主人公より喋ってるなと思って説明役をやっぱり担ってくれてるから。そうだね、大体みんなそうでしょきっと。戦うメインの人は、はい、あの余裕こいたふりしながら、はいはい、心の中ではめちゃくちゃ計算しているっていう、そうですね、その長ゼリフが多いですよね、はい、結構頭脳戦が描かれたりすることも多い作品なので。そうですよね。どうその辺は結構やっぱ大変でしたか、長ゼリとかすごい1ページにわたってはい、ありましたね。出るじゃないですか。なんかあの戦いのシーンなので、はい、あの緊張感とかそういうものを出すような体質なんです。あ、そう、体質なんです。焦ってるとか、はいはいはい、緊張感とか相手が強いとか、はい、そういうなんでしょう、セリフに乗っけちゃう体質なんです。うん、はい、なのであの毎回ディレクターには、はい、めいめい強いので。全然焦らないで喋ってくださいと余裕で喋ってくださいと。なるほど。こうピンチですけど、はい、一見絵は激しいですけど、はい、あのなんてことはないっていう、うん、そういう状態で喋ってくださいって毎回毎回大一言を、うん、言われちゃいますね。やっぱその三石さん自身が結構そういう緊迫感を出すのが得意な感じで、なんかね、そう絵から感じてそのまま乗っけちゃうので、はいはい、そうするとちょっと違うみたいあ、なるほど、めいめいは そっちじゃないって感じだったんですね。そうなんですね。で毎回ちょっと忘れてしまって、はい、さっきもあの僕とね